忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。現世に漂う忍びの魂は何を思う？志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも。これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか。何を感じ取り何に涙するのか。それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない。あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。やむよ、君の方。
お日常連破か大連にハーミング忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ。あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。でもどうして姉さんが。絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに行こう。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい、馬鹿犬。
夫、悪の誇りを舞い掲げるわ。Thank you.